チャールズ・コーン・ウォリス、チャールズ・コーン・ウォリス、KG、PC、1738年12月31日から1805年10月5日、初代コーン・ウォリス公爵は、イギリス軍の将軍であり、世界各地植民地の総督を務めた。アメリカ合衆国とイギリスでは、アメリカ独立戦争の時に、イギリス軍を指揮した将軍の一人として強く、記憶されている。 1781年、ヨークタウンの戦いで、アメリカ・フランス連合軍に、彼の指揮するイギリス軍が降伏したのが事実上の終戦と考えられることが多いが、実際にはその後も2年間は、交戦状態が続いた。このような敗北を経験したにもかかわらず、コーン・ボリスは、イギリス政府の信頼をつなぎ止め、その活動的な経歴を続けた。インドでは総督を二度務め、 衛星統治法を定めたことでも知られる。アイルランド総督としては、カトリック解放を主張し、1798年のアイルランド反乱とフランスによるアイルランド侵略に対処した。また、イングランドとアイルランドの統合を進めた。1753年から1762年までは、ブローム施策。1762年から1792年までは、 コーンウォリス伯爵として知られ、その後に公爵になった。コーンウォリスは、第5代コーンウォリス男爵、チャールズ・コーンウォリス、後に、初代コーンウォリス伯爵、1700年3月29日から1762年6月23日、ブリストルに近いハウェルズ財の長男として、ロンドのグローブナースクエアで生まれた。ただし、家族の所領は、ケントにあった。 コーンボリスは財産にも血縁関係にも恵まれていた。コーンボリス家は14世紀にサフォークの愛の近くブロームホールに基盤を置き、以後300年間に一族を州の大義士として国会に送ってる。1627年にフレデリック・コーンボリスが順断者となり、チャールズ1世のために戦い、追放されたチャールズ2世に従った。フレデリックはさらに1661年に、 サフォーク州愛のコーンウォリス男爵となり、その子孫は、都合の良い婚姻によって、一族の重要性を増していった。コーンウォリスの母エリザベス。マイナス1785年12月は、第二代、タウンゼンド死爵チャールズ・タウンゼンドの娘であり、首相ロバート・ウォル・ポールの名でもあった。タウンゼンド諸法の提唱者であった、財務大臣、チャールズ・タウンゼンドは、母方のいとこにあたる。 1753年に父がコーンウォリス伯爵、コーンウォリス死爵及びブローム子爵に除され、コーンウォリスはブローム子爵の儀礼称号を帯びた。弟ウィリアムは海軍提督であり、叔父のフレデリックはカンタベリー大主教であり、もう一人の叔父エドワードはカナダ植民地の指導者だ。コーンウォリスはイートン校で学んだ。ここではホッケーをやっているときに、後に、 ダーラム主教となったシュート・バーリントンから事故で殴られて、目に傷を負った。続いて、ケンブリッジのクレアカレッジに進んだ。1757年12月8日、この F 表第一連隊の将尉として、最初の軍務に就いた。軍人としての教育がここから始まり、プロイセンの士官ログイン隊員とヨーロッパ大陸を旅行した後、トリノの陸軍士官学校で学んだ。 1760年1月には、ケントの Y を代表する国会議員にもなった。1762年には、父の借位を継いで、第二代コーンウォリス伯爵となり、貴族院議員となった。七年戦争の間、ドイツで様々なポストを四期務め、何度か帰国もした。1758年、イギリス軍がドイツに派遣されたと聞くや、否や、 母国からの命令を待たずに休校して軍に加わり、グランビー卿の参謀将校という任務を確保した。一年後には、この戦争でも主要な戦闘であり、フランスによるハノーファー選定考領侵略を阻止した民伝の戦いに参戦した。この戦闘後、第85不評連隊で大員の職を購入した。1761年、第12不評連隊に所属し、 名誉中佐に昇進した1761年6月15日から16日にかけてのフィリングハウゼンの戦いでこの連隊を率いその勇猛さで注目された。1762年には、ビルヘルムシュタールの戦いでその連隊が激戦に巻き込まれた。その数週間後、ルッターバーグの戦いで、ザクセン公国軍を打ち破り、 カッセル包囲戦に参加することで、その年は終わった。1763年にパリ条約が締結された後、コーンボリスはイギリスに戻って、ホイック等の大物で後に首相にもなった、ロッキンガム教の子分になった。1766年には、第33不評連隊の大佐となった。この年、アメリカの植民地人に対する同情心から他の5人の貴族と共に、 法に反対する投票を行ったアメリカ独立戦争につながる危機の間、アメリカの植民地人に対する支持を強く続けることになった。ボストン周辺でアメリカ独立戦争の開戦を告げる小競り合いが起こった後で、コーン・ウォリスは以前の植民地に対する同情は横に置いて実戦での任務を求めた。この戦争での任務は、 ヘンリー・クリントン将軍の副指揮官として始まった。コーン・ボリスは他の数人の上級士官と共にアメリカへの出発直後に昇格を果たした。クリントン軍は1776年5月にノースカロライナのケープフェアで北、アメリカに到着した。この部隊はさらに南のサウスカロライナに向かい6月には最初のチャールストン包囲戦に参加した。 この時はうまく突破を図れず結果的に撤退した。クリントンとコーンウォリスは、チャールストン包囲戦に失敗した後で北に向かい、ニューヨーク市に対する方面作戦を指揮する、ウィリアム・ハウ将軍の下に着いた。この作戦の間、まだ、クリントンの下での任務を続けていたコーンウォリスは、ロングアイランドの戦いで功績を挙げ、ホワイトプレインズの戦いに加わり、ワシントントン取りでの占領では、 支援的な役割を担った。作戦の終わりには、独立した部隊の指揮を任され、リートリデを占領して、ジョージ・ワシントンの軍隊を追い出した。ワシントン軍は、デラウェア川を越えてペンシルベニアまで撤退し、コーンボリスは、ニュージャージーのニューブランズウィックまで前進することを、認められただけだった。イギリス軍による、ニューヨーク方面作戦とその後のニュージャージー占領後、コーンボリスは、 軍隊が陶器宿営に入るためにイングランドへ戻る準備をしていた。しかし12月に出港準備をしている時にワシントンがトレントンを吸収した。このために帰国を取り消しハウからワシントン軍に対処するよう命じられた。当時クリントンはイギリスにいたのでコーンボリスはハウの下に直接着いた。コーンボリスはニュージャージー中に散らばっていた守備隊を集めて トレントンに移動させた。1777年1月2日、アッサンピンククリーク近くに陣を取ったワシントン軍と対峙した。その日の午後遅くに起こった第二次トレントンの戦いでは、ワシントン軍陣地を攻撃したが、うまくいかなかった。翌日もワシントン軍攻撃を続けるために軍隊に準備させた。しかしその夜、ワシントン軍は抜け出して、 プリンストンのイギリス軍陣地を攻撃した。大陸軍がコーンウォリス軍との海戦をうまく避けたことについて、ワシントンがキャンプの火を焚かせ、動きがあるように音を出させ続けるという策略を用いたことが功を奏したとされる一方で、コーンウォリスが大陸軍の動きを探る偵察部隊を送っていなかった子もあざわいした。プリンストンの戦い後、ワシントン軍は北のモリスタウンに向い、 イギリス軍はニューブランズウィックとパースアンボイを中心に守る陶器宿泳に入った。この冬の間、大陸軍が物資を得られないようにし、自軍の補給のために略奪戦争といわれる襲撃に参加した。早春4月13日、コーンボリスはバウンドブルックでベンジャミン・リンカーンの守備を攻撃して成功した。しかし、この成功も長続きせず、ハウは フィラデルフィアに対する方面作戦のためにその軍隊をニューヨーク市に戻すことに決めた。コーンボリスはハウの下についている間に1777年のフィラデルフィア方面作戦で野戦指揮官として参戦した。ハウは一撃で戦争を終わらせることを期待してフィラデルフィアに対する攻勢をめるつもりだった。コーンボリスは軍隊中の警府標部隊の指揮を任された。 9月11日のブランディワインの戦いでは、側面攻撃を担当し、大陸軍をその陣地から交代させることになった。10月4日のジャーマンタウンの戦いと11月20日のマーサートリデ占領でも重要な役割を果たした。その後フィラデルフィアで、陶器宿営に入った間に、コーンボリスは重要な情報を持って遅れていた国の旅に出た。コーンボリスはフィラデルフィアに戻り、 ハウに代わって、総司令官になっていた、クリントンの下に副指揮官としてついた。サラトガの戦いで、イギリス軍のジョン・バーゴインの軍隊が降伏し、フランスが参戦した後で、イギリス軍は、フィラデルフィアを占領していることをよそで必要とされる、貴重な軍隊と資源を浪費しているとみなすようになった。コーン・ボリスは、フィラデルフィアからニューヨークへ、陸路撤退するイギリス軍の伝軍を務め、 1778年6月28日のモンマスの戦いでは重要な役割を演じた。コーン・ボリスはイギリス軍の後衛を吸収された後で反撃を引いてき敵のそれ以上の前進を阻んだ。11月に再度イギリスに戻り、病気療養中の妻を見舞ったが、妻は1779年2月に死んだ。コーン・ボリスは1779年7月にアメリカに戻り、 南部戦線でイギリス軍の中心的役割を担うことになった。この年の暮れ、クリントンとコーンウォリスはイギリス軍の大軍をアメリカ南部に送り、1780年春の第二次チャールストン包囲戦を始めた。これはベンジャミン・リンカーンが指揮する大陸軍の降伏につながった。この包囲戦に続いてワックス法でエイブラハム・ピュフォードのバーニア連隊を潰した後、 クリントンがニューヨークに戻ったので、コーンウォリスは南部の指揮官となった。コーンウォリスは敵に対する徹底的な勝利を求める任務に直面しており、それはハウ・将軍が北部で何度か勝利を挙げながらも到達できなかったことだった。これを成すために与えられた軍隊は、ニューヨークでクリントン配下の大部隊がワシントン軍を付け狙い続ける必要性のために限られたものになった。 上官のクリントンからは、アメリカ南部の植民地には数多くいると考えられた、ロイヤリストの支援を有効に使うように告げられた。コンボリス自身は、クリントンやハウがやったよりも大胆で攻撃な作戦を取ることを好んだ。またロイヤリスト側を圧倒的に支持する、黒人奴隷を、石膏、労働者及び兵隊として重保するという、すでに認められていた。 イギリスの政策を広げても見た。1780年8月、コーンウォリス軍は、ホレーショ・ゲイツの指揮する敵の大部隊ではあるが、実戦経験のない軍と遭遇し、キャムデンの戦いで大きな損失を負わせた。このことで、サウスカロライナから敵軍を事実上一掃してしまい、敵の指揮を大きくくじくことになった。この勝利は、コーンウォリスの評判を高めたが、 アメリカ反逆者軍の改装は、コーンボリスの技によるというよりも、ゲーツの失敗に多く寄っているものだった。コーンボリスは、抵抗勢力がなくなったと考え、北のノースカロライナへの進軍を始めた。ロイヤリストの支援を急護しようと試みていたが、コーンボリスとその軍隊から一日の行軍距離しか離れていないところで、ロイヤリストの大部隊が、キングスマウンテンの戦いで敗北を喫し、 また別の大きな文献隊がカウペンスの戦いで大敗を喫したことで重大な打撃を受けることになった。続いてナサニエルグリーン将軍の下に再建された大陸軍とギルフォード軍庁舎の戦いで衝突した。コーンウォリスの軍隊はここで数的に勝る敵軍に銃剣突撃をかけたことで犠牲が多くて引き合わない勝利を得た。コーンウォリスは補給のために 海岸のウィルミントンにその軍隊を動かした。コーンボリス自身、戦闘では概ね実績を上げていたが、連続する移動と損失のために、軍隊の勢力が弱まりまた疲れせてもいた。クリーン軍は、ギリフォード軍庁舎の戦いで損失を受けた後も、健在であり、ウィルミントンに向かうコーンボリス軍を付け狙っていたが、その後サウスカロライナに入り、数ヶ月の間にその大半の支配を取り戻した。 コーンウォリスは、ウィルミントンで伝言を受け取り、ウィリアム・フィリップスとベネディクト・アーノルド各将軍の指揮で、別のイギリス軍がバージニアに派遣されることを知ったので、この軍隊と合流しバージニアの大陸軍補給基地を攻撃する決断をした。コーンウォリスは、バージニアに到着すると、フィリップス軍の指揮を引き継いだ。その部隊は直前まで、コーンウォリスの親友である、 ウィリアム・フィリップス少将が指揮していたが、フィリップスは、コーン・ボリスが、ピーターズバーグの陣地に到着する一週間前に、死んでいた。コーン・ボリスはクリントンに、自軍の動きを知らせず行軍してきていたので、当時イギリス軍の二人の予備艦の通信は、海上経由によっていたので極端に遅く、三週間を要することもあった、北に移動したこととチェサピーク湾地域で、 アメリカ軍の補給基地を潰すことに携わるという伝言を送った。1781年3月、アーノルドとフィリップスの軍による脅威に反応したワシントンはラファイエットに部隊をつけてバージニア防衛のために派遣した。この若いフランス人は指揮下に3200名の部隊を持っていたがバージニアにいるイギリス軍は総勢7200名に上っていた。 ラファイエットは援軍を集めながら、イギリス軍との海戦を避け、コーンボリスとの小競り合いを続けた。この頃に、クリントンから、バージニア半島、当時の手紙では、ウィリアムズバーグネックと呼ばれていたで陣地を選び、戦列艦を保護できるような要塞化した海軍基地を建設せよという命令を受けた。コーンボリスは、この命令を実行する間に罠にはまってしまう位置に、自らを置いてしまった。 ドグラス伯爵が指揮するフランス艦隊とワシントンが指揮するフランスアメリカ連合軍が到着するに及んでコーンウォリスは自軍が遮断されたことを悟った。トマス・グレーブス・提督が指揮するイギリス海軍がチェサピーク湾の海戦でフランス艦隊に敗れフランス軍工場部隊がロードアイランドのニューポートから到着するとコーンウォリス軍の状態は耐え難いものになった。 1781年10月19日、コーンボリスは、ワシントン将軍と、フランス軍指揮官、ロシャンボー伯爵に対して降伏した。コーンボリスは、ワシントンと顔を合わせたくなかったので、降伏の日には病気と言って、チャールズ・オハラ順将を送り、儀礼通り権を収めさせた。ワシントンは、副司令官のベンジャミン・リンカーンに、コーンボリスの権を受け取らせた。 1782年、コーンボリスは、ロンドンで囚われており、同等の階級と考えられたヘンリー・ローレンスとの捕虜交換で釈放された。コーンボリスは、ベネディクト・アーノルドと共に、イギリスに戻り、1月21日に、イギリスに上陸した時に開催を叫んだ。アメリカの特に南部戦線で採用したコーンボリスの戦術は、ロンドンの生徒たちによって酷評された。 しかしコーンウォリスは国王ジョージ三世とイギリス政府の信頼を保ち続けた。コーンウォリス軍の降伏で戦争が終わったわけではなかったがアメリカ大陸の戦場では最後の大きな戦闘となった。コーンウォリスは戦争が継続していたにもかかわらず即座に別の式に就くこともなく独立戦争は1783年のパリ条約で終わりを告げた。 1785年8月、コーンボリスは、ヨーク公フレデリックと共に、プロイセンでのミサオ軍に参加し、フリードリヒダ王ーやラファイエットと戦った。1786年、コーンボリスは、ガーター勲章のナイトとなった。同年、イギリス領インドの総督権総指揮官に指名された。そこでは、農地改革を実施し、イギリス軍とその管理機構を再編した。 本国のウィリアム・ピット、ショー・ピット政権との結びつきを強めるようになり、国王・ジョージ三世が病気から回復したことで安心したと本国に伝えて、そのことでチャールズ・ジェームズ・フォッスに率いられる急進的な反対党が権力を握ることを妨げた。マイソール王国の強力な王であるテプー・スルターンと紛争が繰り返された後、コーン・ボリスは 最終的にシュリーランガパトナの戦いで、マイソールの首都を奪うことで王国を破り、ティプーの命を奪い第四次アングロマイソール戦争を終わらせた。これによって、イギリスによる南インド支配への道が固まった。コーンボリスは1792年に、コーンボリス公爵となった。翌年にはイギリスに戻り、公認は、ジョン・ショア教となった。インドでの時代は、 ヨークタウンでこうむった汚名を返上させるには大いにになった。コーン・ボリスは1798年6月にアイルランド総督になったが、それはアイルランド共和派とイギリス政府との間に反乱が起こった後だった。その任官は前任者のカム・デン・卿を好んでいたアイルランドの貴族たちには温かく迎えられなかった。彼らはコーン・ボリスが圧倒的に カトリックの反乱者に対して寛容な同情を抱いていると疑いた。しかし、コーン・ボリスはアイルランド長官のカスルリー教と良好な共同関係を作り上げた。コーン・ボリスは総督と総司令官双方の役割を組み合わせてアイルランドの反乱者とハンベール将軍に引きられて1798年8月にこの後に上陸したフランス侵略軍の双方を 打ちまかすことになった。フランス軍の上陸とカースルバーでのイギリス軍の敗北によって強硬に陥ったイギリスは数千の援軍を派遣したので、アイルランドの軍隊は6万名にまで膨れ上がった。フランス侵略軍はバリナマックの戦いで敗北し、降伏を強いられた。その年の秋、コーンボリスは島全体の統制を取り戻し、アイルランド統一党の残党の動きを抑圧した。 コームウリスは、ダブリンの南にまで反乱者を改装させるために、ウィックローでの軍事道路建設を命じた。これは、抵抗勢力の最後の地域を相当する、長く続いた作戦の一部であり、コームウリスが1八百一年に離任するまで続いた。1八百年に、アイルランド議会がイングランドとアイルランドを統合し、グレートブリテン及びアイルランド連合王国を作る、ことになる合同法を成立せたとき、 コーンボリスは、その提唱者でもあった。1802年3月25日、コーンボリスは、ナポレオンとアミアンの和訳に調印した。コーンボリスとチャールズ・オハラ将軍、チャールストンからヨークタウンまで、コーンボリスの副官だったは、ワシントンとナポレオンの双方と交渉したという貴重な人物になった。第二次大仏外同盟による戦争の終戦。 財政的圧迫及び1801年2月16日に、ウィリアム・ピットが辞任したことで休戦が可能をなった。対フランス優ア派のヘンリー・アディントンが後継首相となり、コーン・ボリスを全権行使に任命した。パリでのイギリス側交渉団は、リバプール派ロバート・バンクス・ジェン・キンソが率いた。その努力にもかかわらず、休戦はすぐに破れ、戦争が再開された。 コーンボリスは1805年にインド総督に再任されたが、到着から間もない10月5日、当時ワーラーなシー王国のガーズイープルにあるゴースパーで熱病のために死んだ。意外はガンジス川を見下ろす場所に葬られ、ガーズイープル市内にある記念碑はインド政府によって維持され続けている。今日、コンボリスはヨークタウンで降伏したイギリス軍指揮官として、 主に記憶されている。この包囲戦と、その結果がアメリカ史に与えた影響が大きかったので、アメリカ合衆国でもよく知られており、大衆文化の中で言及されることも多い。ジョン・ペンドルトン・ケネディによる1835年の小説、ホース州ロビンソンでは、アメリカ独立戦争の南部戦線を背景にした歴史小説という設定になっており、 コーン・ボリスが登場して、小説の中の登場人物と交流する。コーン・ボリスは礼儀正しい人物として描かれているが、自軍の中で能力不足とされたものや、敵の捕虜に対する残酷な処置について寛容であり、指示すらしている。2000年の映画、パトリオットでは、ヨークタウンにつながる出来事を追っており、コーン・ボリスの役は、イギリス人俳優のトム・ウィルキンソンが演じた。 アイルランドではバリナマックの戦い後にバリナリーで反乱者の捕虜を処刑したために今日まで続く悪評を得た。デンスター地方北部のロングフォード州にある村落では処刑の場所がベリーズエーカーと呼ばれている。インドではマイソール戦争中にナンディヒルズでティプースルタンを破ったことで知られており、また歳入と司法憲法を発布したことでも知られている。さらにインドでは その残酷さと、狡猾さでも知られている。1786年、プリンス・オブ・ウェールズと、ジョージタウン、現在のマレーシア、ペナン州に設立された、コーンウォリス・トリデは彼にちなむ命名である。カンタベリーのケント大学の建物及び、サフォークのロイヤル看護学校寮には、コーンウォリスの名前が付けられている。ロンドンのセントポール大聖堂には、コーンウォリスの大きな彫像がある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。